西村智奈美君。西村君。立憲民主党の西村智奈美です。旧統一教会の被害救済問題について、まずはお尋ねいたします。この旧統一教会の問題については、30年にわたり、私も含めて政治が十分に取り組んでくることができなかった、このことを大変申し訳なく思っております。今回こそは被害の防止と救済をしっかりと図っていかなくてはなりません。しかし、相談体制は今なお不十分で、政府から示されている消費者契約法などの改正案、そして新法の概要を見ても、とても旧統一教会の被害の実態を踏まえたものとは言えません。旧統一教会側に言い逃れの方便を与えているものであって、被害救済ではなくて、旧統一教会救済法案になっているのではないかというふうにすら言われております。まず総理、同じ土台に立って議論ができるのか、そのことを確認させていただきたいと思います。総理は、旧統一教会の被害者の方々と内々お会いして、凄惨なご経験を直接お伺いしましたということです。その上で、新法を作る決意を固められました。私たちもたくさんの方からヒアリングをしました。個人情報に関わらない範囲で、どういう立場の方から、どういった被害実態を伺ったのか、ぜひお答えください。内閣総理大臣、岸田文雄君。先日、旧統一教会の被害者の方々と内々にお会いし、3名の方から約1時間半にわたり、献金などによる、財産被害や、周囲からの孤独、あるいは DV 被害など、凄惨なご経験、直接、伺いました。こうした被害を生じさせず、また救済できるよう、政府として相談体制の充実、悪質な寄付の勧誘の規制など、この新たな 法整備、しっかり進めていきたいと考えております。西村智奈美君。はい、具体的に伺いたいと思います。まず取り消し権についてですね、総理が伺った被害の、実態については、やはり献金は長いことやっていたというのが、これが旧統一教会の、言ってみれば特徴であります。一回限りの献金にとどまらない、最初、マインドコントロールに陥って、その後も、献金を続けていくということだと思うんですけれども、もともと消費者契約法には、契約の取り消し権が認められております。で、今回、この消費者契約法の改正によって、要件を客観的にしたというふうに政府は説明をしているんですけれども、実際に旧統一教会はどういう、手口でやっているかといえば、何ヶ月かかけて教義をまずは教え込みます。そして、相手を信者とした上で献金を求めていきます。信者になってから献金を求めていく場面では、わざわざ不安を覚えさせるような発言はいたしません。ほんのちょっとした刺激で献金をするということなんです。いいダクダクと献金をするということなんです。こういった方は、取り消し権を行使できるでしょうか。河野大臣は要求しておりませんので、総理が河野国務大臣。河野大臣は要求しておりません。霊感等に基づく不安をあおるような不当な勧誘をした場合には、寄付者が困惑して寄付の意思表示をしてしまった、そういう場合には意思表示を取り消すことができます。また不当な勧誘行為によって長時間をかけて教義を教え込んだような事案であっても、その勧誘の経緯自体が違法だと評価される場合には、不法行為に基づく損害賠償によって救済を図る、これが適切かつ相当ではないかというふうに思っております。また不当な勧誘行為について寄付者が適切な判断をすることができないような状況に置くことがないように
という法人の配慮義務を今検討しておりまして、さらに不法行為に基づいて、損害賠償請求をする、そうした救済を容易にしていく、そんなことも検討したいと思っております。西村智奈美君。私、河野大臣は要求しておりませんので、委員長、総理に答弁をお願いしております。総理ね、今、河野大臣はいろいろお話になりましたけれども、実は今、河野大臣が説明されたケースというのは、非常にレアなケースなんです。認定されれば、それは確かに取り消し権は行使できるかもしれない。だけど、先ほど申し上げたように、本人が、私は困惑していませんと。いうふうに主張すれば、それは行使できないんですよ。で、多くの場合は困惑していないというふうに、信者の方はやはりおっしゃる、これではですね、取消権そのものは行使できないということです。先ほど配慮義務のことについてお話になりましたけど、これも後で伺いたいと思います。次に、必要不可欠という言葉についてです。で、これも先日の長妻委員との質疑の中でありました。答弁は必要不可欠という言葉について、そのまま告げる必要はなく、同等程度の必要性、切迫性が示される場合は、適用可能であると。勧誘、悪質勧誘事例では多くの場合、そうした切迫性、必要性があるというふうに答弁しておられるんですけど、旧統一教会の被害実態に照らして、本当にこれ、多くの場合で、必要性、切迫性があるということなんでしょうか。一体どういうケースでそういった事例があるんでしょうか。これで救済できる旧統一教会による被害実態というのを把握しているのであれば、ぜひ総理、お聞かせいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。河野大臣は結構です。総理からお願いいたします。まず国務大臣、河野太郎君。まずは結構です。委員長、時間がありませんので、河野大臣からは答弁求めておりません。具体的な内容ですから、先に国務大臣。以前にも答弁をしておりますが、必要不可欠という言葉をそのまま告げる必要はございません。それと同等の必要性、切迫性が示されている場合には適用可能だと思っております。多くの悪質な勧誘事例においては、こうした必要性、切迫性を有し、寄付をしないという選択肢は示されない、そう考えられると思います。単に必要とだけしてしまいますと、例えば厄払いとか、交通安全祈願、合格祈願のようなものに、それを回避するために祈願を進める、そうしたことにも対象が広がってしまいかねないということから、こうした必要不可欠ということが必要なのではないかと思います。内閣総理大臣、岸田文雄君。必要不可欠という文言につきましては、今、河野大臣からも答弁させていただきましたが、先ほどのマインドコントロールによる寄付についても同様でありますが、現行の日本の法体系の中で許される限り、最大限、禁止行為や取消権の対象となる方向で政府としては検討しています。法的な観点からこのさまざまな事態 に対応するために、どこまで取り組むことができるのか、そういった観点から現在、政府として法律 この作成を行っている過程であります。さまざまなご指摘があります。これをしっかり受け止めて、法律の中に落とし込み、そしてこの国会に法律を提出するべく、今、努力をしています。ご指摘はしっかり受け止めますが、こういった中で法的な観点からどこまで法律に落とし込めるのか、最大限努力をしていきたいと考えております。西村智奈美君。総理、ぜひ答弁お願いします。私は河野総理大臣だというふうに指名をしたつもりはございませんので、よろしくお願いいたします。それでですね、今朝の報道で、今日自民党の法案審査が行われるというふうにお聞きをしておりますが、新法についての報道がありました。寄付勧誘時に配慮義務を課すと、意思抑圧しない、規定を設けると、
いうことのようで、私、この見出しを一見拝見しましたときに、やっと私たちの法案に少し近づいてきてもらったのかなというふうに思ったんです。私たちが提出している法案は、手段の悪質性と結果の重大性、この2つをもって、特定財産損害誘導行為というのを禁止しております。まあ、ですから、意思を抑圧してはいけない、そして、生活の維持を困難にさせないというふうに、まあ、書かれるということでありますので、ちょっと近づいてきたのかなというふうに思ったんですけれども、まあ、やはり所詮は配慮義務でありますので、でしかもこれ、対象が法人に限られております。今、政府は解散命令請求も視野に入れつつ、質問権の行使をしておりますね。旧統一教会が法人でなくなったら、この配慮義務も適用されないということになります。ぜひですね、総理、私たちが出している法案、これをベースに議論をしていただきたいんです。そうすれば、もう今のような議論を本当に時間をかけて、本当によくやっていただいているというふうに思いますけれども、もっとスピーディーに進めることができたはずだというふうに思います。これは与党の皆さんにもお願いしたいです。今日の2時から、もう法案審査で条文が示されると、これで OK ということで、本当によろしいのかどうか、取消権の対象は狭まる、そして全国弁護士連絡会の皆さんが判例として積み上げてきた、その水準からも、もしかしたら交代をするかもしれないと言われている、この法案を私はもう一回見直していただいて、そして、ここまで来たら、もっと時間をかけて、幅広く意見を聞いて、作り直してほしいというふうに思いますけれども、総理、いかがですか。内閣総理大臣、岸田文雄君。まず、被害者の方々を救済しなければならない。また、こうしたことは、将来に向けて二度と繰り返してはならない、政治の責任を、そのために、政治の責任を果たさなければならない、こういった思いにおいては、政府も与党も野党も大きな方向性一致していると、私は信じております。そうした中で、この法案を通じて、国会の中においても議論が行われている、こういったことです。そして、寄付ということについても、先ほど来、議論が行われてきました。具体的には、この不適切な勧誘行為を受けて、困惑した中で行われた寄付の意思表示については、瑕疵があることから寄付者を保護するために取り消しを認めるという考え方に基づいて、条文の整理を今、行っているところです。そして今ご指摘がありました配慮義務の規定ですが、要はこの今申し上げた取り消しを認めるという条文に加えて、この寄付の勧誘にあたっての配慮義務を規定するという形で、2段構成でこうしたその現実に対応していこう、こういった法律を検討していると。いうことであります。このした配慮義務を規定するということで、配慮義務に反するような不当な寄付勧誘が行われた場合、民法上の不法行為の認定や、それに基づく損害賠償請求が容易となり、さらに実効性が高まる、こういった考え方に基づいて、こうした二段構えの法律を検討しているということを申し上げている次第です。いずれにせよ、この現行の日本の法体系の中で許される限り、最大限、禁止行為や取消権の対象となる、対象とする、こうした方向で検討を進めている次第です。今の本日の議論もしっかり踏まえながら、政府としての対応を整理していきたいと考えております。西村智奈美君。信者本人の方、被害者本人の方の救済も、今のようなご答弁では、私はとてもできないというふうに思います。で、今回の政府の提案の問題点は、もう一つ、被害者本人の救済が不十分なだけではなく、子どもさんの救済、
いわゆる宗教2世と言われる方の救済、これも、まあ、全く現実的ではないという点であります。まあ、債権者代位権、代位権というものを行使して救済をするんだというふうな説明なんですけれども、未成年の子どもがですね、適切な扶養を受けていないことを自覚して、親の信教や献金活動に疑問を持ち、外部に助けを求めて、裁判手続きも経なければいけない、これが政府が今提案している債権者代位権の枠組みです。で、2世信者の方々からは、宗教の話になると、途端に対応は難しいと言って、取り合ってもらえなかったというふうなお声を聞いています。で、政府案の要項では、さらにですね、法テラスなどの相談体制、これも強化するということになっておりますけれども、この支援対象は信者本人に限られております。2世の方は除外されています。2世信者の困難に向かい合うつもりが本当にあるのかどうか、総理、ご答弁ください。国務大臣、河野太郎君。待ってください、総理にお願いしてます、基本的な考え方を聞いていますから、総理、お願いいたします。債権者代位権は、自らの権利を保全するために必要な限度で、他者の権利を行使することを認める制度です。今回の寄付適正化のための法制度において、これを活用しやすくすることで、個人の財産権の侵害とならない限度で、家族らの被害救済に資することができると考えております。債権者代位権の適切な行使により、被害回復を図ることができるようにするための支援は重要だと思っておりますので、法テラス、あるいは関係機関が連携した相談体制の整備など、支援のあり方も検討していきたいと思っております。内閣総理大臣、岸田文雄君。はい、今、河野大臣から答弁させていただきましたが、委員の質問の中で一つ、2世の方は対象にならないというご指摘がありましたが、これは2世の方は対象になると、理解しております。そしてその上で、今申し上げた債権者代位権の考え方ですが、これは従来から議論されておりますように、個人の財産権の問題、憲法にも関わる問題であります。こうしたことから、法律を適用する際には、債権者代位権という考え方に基づいて、法律を構成していかなければならない、こういった判断をしたところであります。そして、委員おっしゃるように、現実に本当に対応できるかどうか、これもしっかり考えていかなければいけないということで、この債権者代位権の適切な行使を考えなければいけない、そうしたことで、法テラスと関係機関が連携した相談体制の整備をしていく。この支援の具体的なあり方についてもしっかり考えていくことによって、この債権者代位権を適切に行使をし、現実にこの適合したより多くの方々を救済できる方策を考えていこう、これが政府の法律を作成している、今現在における考え方であります。西村智奈美君。いや、これで分かりやすいと言われたらですね、本当に救済が進まないですよ。総理、先ほど私が質問した件について一点何かおっしゃいましたけど、概要にはですね、不当な勧誘により寄付をした者に対する支援ということで法テラス書かれてます。2世信者には対象になっておりません。そこはよく踏まえていただいて、2世信者の方も、それから被害者本人の方も救済できる法案、ぜひとも作ってください。そうでないと、本当に取り消し権がまた縮小してしまうということになりかねませんので、そこは強く要請をいたします。与党の皆さんにもお願いいたします。それから、次はですね、名称変更の問題について伺いたいと思います。旧統一教会の問題では、まだ解明されない闇が多く残っております。その一つが2015年の名称変更問題です。教団側は名称変更を強く求めてきた、その理由は、霊感商法などの悪評を表面的に払拭して、新たな勧誘や信者獲得を、その障害を取り除くためであったと、私は考えます。永岡大臣にお伺いいたします。
2015年、下村博文文部科学大臣の下で、名称変更が認証されたことが、結果として国民に旧統一教会は別とは別団体であるという誤認を与えて、さまざまな被害の発生につながったということはお認めになりますか。またお認めになるんであれば、文科大臣としてそのことをどうお考えでしょうか。文部科学大臣、永岡桂子君。西村委員にお答えいたします。宗教法人法上形式上の要件を備えた申請は所轄庁におきまして受理される必要がございます。所轄庁は申請を受理した場合に同法の第28条に基づきます審査を行い、要件を備えていると認めたときは認証をする旨の決定を行う必要がございます。旧統一教会の名称変更につきましては、このような宗教法人法上の規定に従いまして手続きを行い、その審査の過程におきまして、法的な検討を重ねた結果として、本件は認証すべき案件であると事務的に判断をしたものでございます。なお、2015年、これ平成27年になりますが、8月の認証書の交付にあたりましては、旧統一教会に対しまして、民事裁判の確定判決で指摘をされている状況を解消することを求めるとともに、正体隠しなどの批判をされることがないよう、取りうる最大限の措置を講ずるよう強く求めたほか、文化庁のホームページにおきましては、掲載されております宗教年間におきまして、変更前の旧統一教会の名称が併記をされているところでございます。西村智奈美君。私は法律上や手続き上のことを聞いているのではありません。本当にこれによって被害が拡大したのではないかと、その責任について永岡大臣はどういうふうにお考えになっているんですかということを伺っています。もう一度ご答弁ください。読んでるだけじゃないか。オーダー法体で気づかない国会議員いただろう。文部科学大臣、永岡桂子君。お答えいたします。解散命令の要件は宗教法人法に厳格に定められておりまして、この要件に該当するためには法人の活動にかかる十分な実態把握が不可欠と考えております。宗教法人法に照らしまして、解散命令の請求をの適否を判断するために文部科学省におきまして、まずは報告聴取質問権の行使を通じまして、旧統一教会の業務等に関して具体的な証拠やまた資料などを伴い、文科大臣、的確な答弁を必要があります。お願いします。その上で法律にのっとり必要な対応を行っていくことと考えております。以上です。今答弁中。西村智奈美君。いや本当はね、これ質問続けられないぐらいですよ。全くお答えになっておりません。私は手続きのことなど聞いているわけではなくって、国民に被害を与えた可能性があると、でその責任についてどういうふうにお感じになっているんですかと、どうお考えですかということを聞いていらっしゃるんですけれども、もういいです。同じことだと思いますので、もうお答えにならなくて結構です。先に進みます。大臣、文科省はですね、1997年に統一教会が名称変更を画策し始めてから約18年間、この名称変更を事前に相談するという中で、申請を出させないようにしてきました。で、事実上食い止めてきたんですね、名称変更。で、国民を守るために、行政としてぎりぎりの判断だったということで、私は評価したいと思います。大臣はどういうふうにお考えですか。文部科学大臣、永岡桂子君。2015年以前にも、旧統一教会からは、名称変更に関する相談が複数回ございました。当時の文化庁におきまして、旧統一教会をめぐります報道等を踏まえまして、名称の変更が社会に与える影響
を検討いたしまして、慎重な対応が必要であるとの認識から、申請の取り下げを承要していたところでございます。その結果といたしまして、旧統一教会から名称変更の申請はされず、認証はしておりませんでした。一方で、2015年の旧統一教会からの名称変更の申請につきましては、文化庁からの申請の取り下げの行政指導には従わないで、明確な意思表示がございました。宗教法人法上、形式上の要件を備えた申請は、所轄庁において受理される必要がありまして、所轄庁は申請を受理した場合、同法、これ、第28条に基づく審査を行いまして、要件を備えていると認めたときは、認証する旨の決定を行う必要がございます。旧統一教会の名称変更につきましては、このような宗教法人法の規定に従って手続きを行い、その審査の過程において、法的な検討を重ねた結果として、本件は認証すべき案件であると、事務的に判断をしたものでございます。感想は西村智奈美君。私が質問したことと同じことを繰り返しておられる。質問していないことには長々とお話になり、聞いていることには全く答えていただいてません。この先進んでも大丈夫ですかね。いずれにしてもですね、この私は行政としてのぎりぎりの判断、これが18年間続いてきたわけですけれども、2015年の下村文部科学大臣の下で、方針が180度変更されております。で、パネルをお願いいたします。こちらにご紹介するパネル、写真は、旧統一教会系の月刊誌、ビューポイント、これ、世界日報のダイジェスト版だということなんですけれども、こちらの2014年の2月号の表紙であります。この撮影場所は、文部科学省の大臣室だと思いますけれども、永岡大臣、お間違いないですね。文部科学大臣、永岡桂子君。今ご質問のございましたこのビューポイントにつきまして、私もよく拝見させていただきました。前、以前、宮本、はいかいいえだけで答えて、分かりました。これはですね、文部科学大臣室であるかもしれないというふうに考えます。はい、西村智奈美君。これ前にも質問を受けてますよね、永岡大臣、ご確認されてないんですか。間違いなく私、文部科学大臣室だというふうに思うんですけど、お願いします。文部科学大臣、永岡桂子君。はい、今詳しくお話ししようと思いましたら止められましたので、今言わせていただきます。このビューポイント、これは私は今、資料で拝見させていただきまして、以前、共産党の宮本委員からも聞かれたことがあります。こちらの、こちらだったと思いますが、これを見たときに、私は絶対分かります。あ、そうですね。あ、こちらですね。こちらですね。はい、見させていただきました。全くこれはどこで写したのかは分かりませんでしたが、よくよく見ますと、下の方の、はい、写真がですね、これは大臣室かもしれないと、そういうふうに思ったということでございます。はい、委員長、西村智奈美君。これ、大臣室なんです。記事の中でですね、文部科学大臣室でインタビューを行った、下村大臣にインタビューを行ったというふうに書かれています。間違いなく大臣室なんです。下村大臣がこの雑誌に登場したのはこの1回ではありません。次お願いします。2013年の3月号、それから名称変更直前の2014年の12月号、こちらにもインタビューが掲載されております。宗教団体を所管する文部科学省の大臣室で、特定の宗教団体と関係の、まして永岡大臣も、社会的に問題のある組織だというふうに答弁されている、その団体との関係の深い新聞、この取材に応じることについて、大臣はどういうふうにお考えですか。文部科学大臣、永岡桂子君。
その時の状況にを考えますと、今現在とはだいぶ違うかと思いますが、まあ、下村、当時の下村大臣のご判断でございますので、私から、まあ、認識、私からですね、何を申し上げるかというような必要はないかと思っております。委員長、西村智奈美君。いや、驚きました。先ほど永岡大臣答弁の中で2009年の新生事件のことについて言及されましたよね。で、大臣自身も社会的に問題のある組織だというふうに言ってられるんですよ。その団体の取材を受けたことについてどう考えているかということもお答えにならない。本当に大丈夫でしょうか。文部科学省の説明では、下村大臣が名称変更の判断には一切関与していなかったというふうに言っておられるんですけれども、改めて大臣、確認をいたします。下村大臣の関与は全くなかったということでよろしいでしょうか。文部科学大臣、永岡桂子君。宗教法人法上、形式上の要件を備えた申請は、所轄庁におきまして受理される必要がございます。所轄庁は申請を受理した場合、同法の第28条に基づく審査を行いまして、要件を備えていると認めたときは認証する旨の決定を行うことが、これは形式上決まっております。これは旧統一教会の名称変更につきましては、このような宗教法人法上の規定にのっとって手続きを行っております。その審査の過程においては、法的な検討を重ねた結果として、本件は認証すべき案件であると事務的に判断をしたものでございまして、政治的な関与はなかったと、そう認識をしている次第です。西村智奈美君。下村大臣の関わりは政治的にはなかったというふうに判断をしておられるということですね。で、ところがですね、残念なことに、下村大臣が一切関与していないのであれば、正々堂々と出されるべき2015年当時の意思決定をめぐる資料が一切示されておりません。この理由は何ですか。止めてください、委員長。文部科学大臣、永岡桂子君。お答えいたします。宗教法人法の第25条は、信者その他の利害関係者に宗教法人の備え付けの書類の閲覧請求を認めております。誰をその信者その他の利害関係者と認めるかなどは、各宗教法人が決めることになっております。こうした宗教法人法の趣旨や情報公開法も踏まえまして、ご指摘の資料の情報公開にあたりましては、宗教法人から所轄庁に提出をされている書類のうち、当該法人の非公知の事実に関する情報を含むものや、また行政内部の意思形成過程に関する資料につきましては、不開示とさせていただいております。西村智奈美君。同じ答弁書を繰り返し読まされまして、聞かされましてですね、そして資料についても一切示されないと、これじゃあやっぱり納得できないですね。少し具体的にお伺いいたします。名称変更の申請は2015年の6月2日に出されているようです。で、これに先立つ2月に、統一教会の責任役員会議で、名称を世界基督教統一神聖教神霊教会から世界平和統一家庭連合に変更すると決定したということです。文部科学省はこのことをいつ把握されましたか。文部科学大臣、永岡桂子君。旧統一教会の名称変更につきましては、平成27年6月2日に、
申請書を受理しておりますが、ご指摘の会議におけます決定については、承知をしておりませんでした。なお、同年3月に全国弁連の方から、文部科学大臣ほか提出された申し入れ書に、統一教会は本年2月の責任役員会議で、世界キリスト教統一神霊教会の名称を、世界平和統一家庭連合に変更するとの決定をしたとのことですとの記載があることは承知をしております。はい、西村智奈美君。はい、そうなんですね。3月に、全国霊感商法弁護士、連絡会の皆さんが申し入れを行ったと、それで文部科学省は把握をしたということなんです。これまでの組織的違法行為による悪評が日本社会に広く浸透していることから、名称変更して新たな被害者を獲得するとともに、被害回復請求を抑制する目的で行うものであるというふうに考えているということで申し入れをしました。この申し入れは、下村大臣のところまで届きましたか。文部科学大臣、永岡桂子君。これは申し入れ書につきましては、下村大臣には報告をしていたかどうかというのは、現時点では確認はできておりません。西村智奈美君。いや、そもそもですね、状況証拠的に、2月のこの統一教会の方針決定の前に、下村大臣は事前に統一教会側と意思を通じていた可能性が高いと私は思うんですけれども、なかなか検証のしようがありません。しかし、3月に弁護団からの申し入れが届いていて、文科省に届いていた。で、こういった重大な情報を得て、申請が出されるまでの6月2日までの間に、文部科学省の中でどういった対応が行われたのかということについては、これは検証が可能です。3月のこの申し入れを受けて、文部科学省の中ではどんな議論がありましたでしょうか。下村大臣は本当にこの重大な議論に参加していなかったんですか。文部科学大臣、永岡桂子君。西村委員にお答えいたします。2015年の3月26日付の統一教会の名称変更の申請につきましての申し入れ書を受領しておりまして、これは宗務行政に関するご指摘と、そういうふうに伺ったものでございます。申し訳ありません。今のは全国弁連の2015年平成27年の3月26日付の申請に対しますご指摘ということでございます。で、またその後ですね、6月2日に旧統一教会の規則変更の申請がなされまして、8月の26日に認証するまでの間、文化庁では宗教法人法の規定にのっとりまして、手続きを行い、その審査の過程におきまして、法的な検討を重ねた結果として、本件は認証すべき案件であると、事務的に判断をしたものです。いや西村智奈美君。これ、私の質問、分かっていただけてますか、大臣。私は下村大臣がこの重大な議論、インタビューを何回も大臣室で受けている。そして永岡大臣でだって社会的な問題のある組織だというふうにおっしゃっている、その関連団体の主題ですよ。そしてまた全国弁連から本当に重大な申し入れが届いている。この議論に参加していたかどうか、それすらもお答えいただけていないと。また政治的に関わっていたかどうかということについては無関係だったというふうに言われたら、大臣が逆の立場だったらこのこと信じられますか。もう一回ご答弁ください。申し合わせの時間が終了いたしております。文科大臣、簡潔にご答弁ください。当時のですね、
担当の宗務課におきまして、これ、当時の資料の内容を確認を行うとともに、当時の担当者から聞き取りを実施をしたところによりましても、下村大臣からの指示はなかったとのことでございました。委員長、西村智奈美君。総理、私はですね、下村大臣が本当にこの名称変更に無関係だったというふうには信じられません。大臣はどういうふうにお考え、総理はどういうふうにお考えですか。申し合わせの時間が来ておりますので、内閣総理大臣、簡潔にご答弁願います。内閣総理大臣、岸田文雄君。今、客観的な事実からは、下村大臣が直接その情報に接していたかどうか、関与していたかどうか、これは確認はできないと考えております。しかし、こうした手続きについては、法的観点から、この適切だったこと等、文部科学省のこの手続きの適正さについては、引き続き説明をしていくことは重要であると考えます。西村君。名称変更についても、下村大臣の関与がなかったのかどうか、調査をするために、下村元文部科学大臣の参考人招致を求めます。また、文科省が提出した資料の黒塗り部分の開示、また現在、文科省が拒否している当時の書類、大臣への説明メモ、旧統一教会とのやり取りの記録の本委員会への提出を求めます。こういったずさんなことが続いているようでは、本当にいけないと、政治は変えなければいけないということを強く申し上げて、私の質問を終わります。この際、源馬健太郎君から関連質疑の申し出があります。泉君の持ち時間の範囲内でこれを許します。源馬健太郎君。